オードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜かすみ。さあ始まりましたけれどもね、一つよし、結構かすみさんはなんか毎回恒例になってるんですか、このブースに入る前に、うん、ディレクターのよしきにケツけられるっていうの。いや、なんだ知んないけど、きっかけ忘れましたけど必ずやることになってるんですよね、ああなるほどね、よしきには呼ばれるんですよ、もうね1分切ってるんで、そこに立っててもらっていいですかっつって、でピョッつって切って来るんですけど、今日はねどうやら当たりがちょっと違ったんですよ。はい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 、大沢さんが蹴ったような気がするんだよね。え、それだ、後ろ向いたら確認できるでしょ。だいや、だけど私はいつもこうやって前向いて、下をこう向いて、このオスのスタイル、うんうんうん、オスみたいなこう感じでやって、ドーンって蹴られてくるんで、誰が蹴るかは分からないわけよ、で、後ろに立ったのはヨシキ T だったんだけども、なんかね、蹴りのその感じ、その足の太さとか、なんとなく分かるんだけど、いつもの感じじゃなかったの。なるほど、鋭かったの、なんか、軽量級のなんか蹴りの感じがしたのよ、ファーンみたいな、だから多分大沢さんは、本当それは確認できないよね。それはどうなってんのかな一体、分かんないっていや別にそこはさ隠さなくてもよくない、そんなところは首気はかしげなって、まあ景気づけみたいなことですね。まあなんかそうね、気合い入れるために、はいはいはい、何のきっかけだか忘れちゃいましたけどね、でだんだんよしき D の蹴り方が上手くなってきてた矢先の出来事だったんで、なるほど、私はびっくりしてます、はいはい、まあいいんじゃないですかね、それで元気が出るならいやまあいいんですけどね、ここ何週かなんですけど、俺のせいで、オールナイトの出待ちが0人なんですけどね、あなたのせいで、なんかありましたっけ、俺がね昔ね、なんかね言ったことがあったのよ、車で車庫から出た時に、俺の車の前に、女の子のファンが飛び出してきて、俺が急ブレーキ踏んで、っていう話、なんかしてましたな、それから0人なんですよ出待ちがなるほどね、まあまあまあそれはいいんじゃない、いいっていうのはいなくていい、いや、いなくていいでもしょうがないんじゃない、あ、そう、それはなるほど、それ、ね、それはやっぱり何人かはいた方がいてほしいみたいな、そうねいやでも、まあ、いないはいないでね、いやでも、他のパーソナリティの方ってどうなんですかっていう話聞いたら、なんか結構だからさ、だからさ、そのパーソナリティの人をすごいファンがリスペクトしてる場合はさ、ちょっと違うじゃん、俺らのリスナーってやっぱすげえ、やっぱ俺らより上だから、俺と春日がすごい下に見られてるじゃない、なんか本当にしょうがないわね若ちゃんとしちゃんって見られてるじゃないあ、そんな感じ、かな、そうまあまあそうだと、そうだとして、して、で一回すごい車で出て、信号で止まってた時に、ガラスを車の、すげえどんどん叩かれて、それで俺ちょっと嫌になっちゃってさはいはい、はい、それはまあちょっと困るな、ゴン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 って叩かれたから、それ困るよ、結構強い力で、全然開けたくなくなっちゃって、怖いしね、ちょっとね怖いし、何されるか分かんないから、ね、でもたまに、大きめの封筒を持った男の子が、20代前半真ん中ぐらいの男の子が一人でポツッと立ってると、車で止めて、ちょっと話したいなと思ったりするんだけど、YOSHIKI さんさ、YOSHIKI さんさっていうか、まあ、春日さんもそうだ、例えば、どうやって接してるわけ、他の先輩たちは、パーソナリティの人は、車止めて全部受け取ってるって。あ、そう。へえ。ああ、じゃあ、そういう風にした方がいいのかね。それは。あ、そうか。まあでも、着方によるもんね。それ、どん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 ってやれたら、ちょっとやっぱ怖いじゃないですか。そんな人が。車のガラス叩く。なるほど。車の前に飛び出してくる人は？いる？オールナイト史上初の。これ40何でもやってるのに？
あ、そう。うん、で、そういう、ね、それやっぱちょっと、うん、こっちがビクッとしちゃうパターンは、以外は、うんうん、じゃあ、やってるってことだね。ちゃんと受け取ったりしてるって。春日さんって、シータクちゃん、うん、いつも帰り。シータクちゃんよ。ああ。うん。シータクちゃんか。なんか俺はね、すぐ帰るけど、うん、春日さんが随分スタッフさんと3時半過ぎぐらいまで話してから帰るんだって。なんかタバコ吸いながら帰省所。いやいやいや、矢部さんじゃねえんだからさ。違うよ。うん。タバコも吸わないしね。私じゃない。タバコ吸わない。うん、タバコ吸わなきゃ。シガーもやらない。シガーも吸わない。終わったのシガー一本吸って帰るやつ、ちょっとすごいな。大御所じゃない、そんなの。で、そんぐらいやってほしい。シガーをやってから帰らないですよ。うんうん、うん。私はあなたの後ぐらいに帰ってますよ。あれ、車って絞れ、うん、今。いやいやいや。乗ってないの？所有してない。あの、カブ、カブしか所有してない。車両はカブと自転車しか所有してない。あ、本当に。うん。だから、シータクちゃんだからね。うんうん、まあ、止めてなんかもらったりしてんの？ないね。ああ。私はない、そういう。うん。わーっと来る感じが。あ、そう。うん。あ、そう。さーっと帰りますよ、私は。なんか、うん、なんか、あの、出待ちのこと、うん、焼肉行ったんだってなんか。いや、そのまま。行ってないですよ。行ってないんだって、うん、行ってないよ。あ、そう。行ってないんだよ。うん。もう、たけしさんじゃないんだよ。四谷の焼肉屋にね。で、うん、弟子にして。弟子にして。ビール飲めて弟子にして、うん。うん。いや、そういうことはしてないです。あ、ほんとに。うん。いやー、そう。うん。ちょっと、やってみようかな。例えば、うん、あの、嫌な気分になるまで。やってみようかな。嫌な気分だ、自分が。うん、一回でも、うん、ほら、俺、チキンだからさ。うん、チキンやろう。一回嫌な気分になったらもうやめようかなと。うん、ちょっとやってみる。どこまでいけるのかと。うん、自分のね。お前笑うなよ、うん。お前がタクシーで日本放送出た後、うん、俺がハザード出して止まってた。いや、ちょっとそれやってるな、若ちゃんって思っちゃうね。いや、思うなってね。いやいや、それは思っちゃう。全員思うだろ、そんなの。全員思うよ、付き焼きも。で、ヨシキさんはやってもいいんじゃないですか、うん、っていうの、そろそろ。うん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 。でも嫌な気分になったらどうしよう。それは、また。ウィーンって開けたら、うん、いきなり左フックとかやられたらどうしようかな。一応、うん、マウスピースだけ噛んでこうかな。そうすると意識は飛ばないからね。なるほど。うん。マウスピース噛んでけばね。基本的に、うん、ほら、俺にはさ、うん、その、なんか、敵対心持ってるでしょ、やっぱり。リスナーが？うん。いやいや、そんなことないですよ。まあ、今のはそんなことないよって言わしとるよな、今の言い方は、お前に。申し訳ない。うん、まあまあね。うん、え、ヨシキさんさ、声はさ、どういう感じなの？例えば、出待ちしてる人からしたら、いや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 、つって、止まってもらって喋りたいんじゃないよ、つって。見送りたいだけなんだよ、みたいなところに俺が止まったとしたらさ、うん、超ダセーじゃん、俺。そうね。で、止まって、俺が車出て止めて、ハザード出して、うん、誰も寄ってこなかったら、うん、でも、多分俺ちょっと泣いちゃうと思うんだよ。泣いちゃうっていうか、ダセーな、うん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 。で、それをなんかお前は、次の翌週さ、うん、いやー、先週ね。うん、出たんですよ、タクシーで。それ、うん、若ちゃん止まってね、うん、誰も寄ってないの、つって、うん、そうやって喋るでしょ、だって。まあ、まんま喋るね。いや、嘘つくんじゃねえよ、じゃあ。そんな俺の生き方見たことないね。それはね、うん。その見極めが難しいよね。あ、そう。うん、難しいんじゃない？え、あれ、先輩たちはどうなの？日本放送出るじゃん。したら、止まってるわけ？うん。リスナーがスッと寄ってくる。え、俺、いい距離で。俺ら、寄ってこないじゃん、だって。うん。寄ってこないよね、じゃねえよ。だから、そのもう読み合いってことだね。向こうとの、こっちの。うん。だって、シーモさんはさ、うん、あの、東京駅にね、うん、たくさん来てた、朝来てたって言うから。そうね。春日のリスナーもさ、うん。むつみ荘にみんな来てたら、集まってたらいいんじゃないの、うん、見送りのために。見送り？うん。どこに行くの？私一回日本放送出て家帰ってどこに行くのよ。どこにも行かないよ、ね、だから、行くんじゃないの？天に登る？うん。いや、行かないでしょ。そんな、毎週行かないでしょ、それは。あ、そう。そんな毎週では行かないでしょ、そんなものは。そうか。だからもう読み合いでしょうね、きっとね。アイコンタクトみたいなところなんじゃないですか。じゃあ、やめる。ああ、まあ、ゼロか100か、ですな、うん。そうよね、うん。開けてこなかったら恥ずかしいしね。
そうでしょ、うん、そういうんじゃないんですっつって、うん、向こうからタッ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 出してきて、そういうんじゃないんですって言われて恥ずかしいもんね。いやでそれも嫌なの、そういうんじゃないですって実際言ってくるやつとかも俺すげえ嫌いだから、うん、全然面白くないと思うから、そんなの。じゃあもう暴動にもうするように決めれば、一律してボードにそうか書いて、うん、なんか開けてくださいとか、あのよ止まらなくていいですとか、そボードで。ちょっと待って、いやもうそれが一番わかりやすいよ。止まらなくていいですそのまま行ってくださいっていう、うん、が、うん、あのストップっていうね、プリーズストップっていう。ヒッチハイクじゃねえか。厚木までっていう。プリーズストップ厚木までっていうやつか。ちょっと待って、なんで俺が厚木まで送った後、ちょっとだけ睡眠して特番行かなきゃいけないの。笑ってんじゃあないよ、超長間だよ、うるせえな。もうだからもう、集えヒッチハイカーっていうね。のテーマにお送りすればいいじゃん、この番組。あれ、うん、おじさんはさ、うん、あれ、タクシー止めるつもりない？まあ、だから向こうの着方によりますよね。どういうこと？着方って。いや、だからそれこ本体も同じよ。うん、止まって、うん、さあ、開けてこなかったらやっぱ恥ずかしいお話だから。お前のね、うん、臭い息を外に向かって吐くだけだろ。湿気だな、君は。すいませんっす。気持ちにいい若者だ。うん、いや、でもなーバンバン叩かれたりしたのも嫌だったからな、うん、どうしようかな。だからそういうさ、うん、ボードがいいと思いますよ私は。いや絶対いるじゃん、それで止まんなくていいですって書いてくるやつ。全然面白くないじゃんこんなの。まあね、わ、うん、かる、それもわかるのよ。わかるし、それもわかるけど、うん、でもそうなったらもう本当に、うん、もう読み合いですよね。なるほど、ね。距離の取り方とかによるのかな。だってもう言われたもんな、先週あの、うん、ゴッドタンでモモクロのやつやったから。うん、あの、街歩いてて、この間。なんて。おーっていう。うん、うん。あの、おたげ、はいはいはい。やってくださいって言われて。あ、そう。うん。それは言われたらどんな感じになるの？シカとして。まあね、街ではできないわな、うん、確かに、うん、うん、でそういうとこがダメなんじゃないかなっていうのもあるでしょ、うん、でもまあやらないのが、うん、まあ確かにね、やった方がちょっとなんか面白いのかなっていうのはありますよね。あれお前はさ、うん、あれ先週さ、うん、又吉くんの話したけどさ、うん、お前も帽子深くかぶってマスクとかして、うん、うん、フードすげえかぶって歩いてるみたいな。ねえ、大ちゃんね。なんなのフードを、なんか、うん、あの、ジョーダンの試合の後みたいな。あの、なんか。いや、だから私は、あれ、うん、いや、あなたも言うけど、うん、やっぱ帽子とかかぶっても、うん、やっぱテクノが、うん、で、気づかれることが多いわけ。もみあげつければいいじゃん。いや、つけもみあげは嫌だな。え、でも、つけもみあげしたら絶対バレないんじゃないの、うん、逆に言えば。いや、そうでしょうね。うん。いや、それはそう思うよ。うん。うん、そこ、だからそこなのよ。うん。つけもみあげして歩いてみようかな。あ、そう。つけもみあげって、どんな、売ってんのかな。あ、そう。いや、そう、だからポイントですよね。でさ、帽子かぶるとさ、一回さ、うん、メイクさんがさ、うん、なんか髪伸ばすじゃん、なんか。霧吹きみたいのかけて、ドライヤーで。あれがなんかめんどくさそうじゃん。うん、なんかその、直す感じよね。ぺちゃんこになってる頭を。そうそうそうなんですよ。だから帽子かぶりたくないのよ、うん、メイクの時間短くなるほど、なるほど。うん、で、ジョーに、うん、サングラスもらったの、エグザイルみたいなサングラス。で、これ、サングラスってやっぱバレないのかなって思って、俺サングラスして歩いてたらさ、うんうん、なんか、がっちりした肉体のさ、うん、人二人組ぐらいがコンビニに入ってきてさ、うん、あ、若林だって言われて、うん、超恥ずかしかったの。サングラスしてる俺がさ、うん、で黒いサングラスだから色が、うん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 。それでもなんか、うん、やっぱりあれなのかな、唇がカサカサしてるのがトレードマークだから俺さ、それでバレたのかな。いや、知らなかったね。そのトレードマーク。そんないじられ方してたっけ？ケツアゴでバレたのかな？いや、ケツアゴ全然割れてない。もう、もう、もう、ピッカピカよ。
あ、そう？ピッカピカってのにしておかしい。いや、俺多分ケツアゴでバレてる。全然バレてない。コンビニとかでも。いやいや、全然バレてないけども、うん、でも、特徴があんのかもしれないね、それは。サングラス以外のところに。春日はさ、うん、サングラスする予定ないの？予定ないですね。あの、やっぱフードかぶって帽子とマスク。うんうん。だから私はそのもみあげテクノだけ、でもさ、又吉くんはさ、うん、何にも、メガネも何にもつけて普通に歩いてたから、うん、繁華街を、うんうんうん。そう考えるとさ、お前ってダサいよね。うん、なんかさ、家はバレてどんどん来てくださいみたいなこと言ってんのにさ、うん、マスクと帽子とフードかぶってさ、うん、春日ってバレるのが怖いわけじゃん、結局。まあまあまあね。うん。うん。いや、それはあるよね。で、この間、又吉くんと一緒になったのよ、うん。で、その話したの。若林さんに聞きましたよ、つって。やめろよ、お前。何リークしてんだよ。ぶち殺すぞ、お前。怖えいや、お前、これ、松村の話もそうだし、うんうん、ダメでしょ、言っちゃ。だって、それはわかるじゃない。うん、それラジオで話してるわけだから。で、だから、ね、聞いたの。聞いたってからね、うん、あれらしいね、つって、うん、そのまんまで歩くんでしょ、うん、やめろよ、お前、そういうのリークすんの。リークじゃないだろ、別に。ねえ。電波に飛ばしてお送りしてんだから。うん、これもお前あれダメ。うん、罰ゲーム。罰ゲーム、うん、CM 行くときの歌歌えよ、お前。いやー、あれはちょっと厳しい。いや、歌えよ、次のやつでね。いや、ちょっと厳しいな。いや、厳しいじゃないだろ。リークしてんだから、リークしたらそういう罰ゲームで決まってんだから。いや、初めて聞いた。あ、ずっとじゃあ罰ゲームやってたの？罰ゲームやってた。失言が多いから。あ、自分で罰与えてたんだ。そうだよ。お前歌えよ。知らなかった。うん、じゃあまあまあ、それは。で、続いて、又吉くんと話してる。で、その、何もね、うん、そのまんまで歩くんでしょ、つって言って、うん、大丈夫なの？って聞いて。うんまあまあ、結構大丈夫っすね、とか言ってて。うんうん、でもこの間、うん、つい2、3日前に、うん、和服で原宿歩いたら、うん、すげえ声かけられたっつって言って、さすがにそれはそうでしょっつって、うん、和服でも全然歩くんだっつって言って、うん、もう普通に和服で、普通に歩くらしいんです。あ、お前ダメだよ、あんまそれも言っちゃう、ラジオ動画で。なんで？俺今のノータッチなんです、ノータッチするけど。いや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 。で、又吉くんは本当に和服で散歩するのが好きなんだって。うん、まあまあ、そう言ってたよ。そう、うん。それをあんまりいじられたくないって言ってたから、お酒飲んで。俺は先週和服で歩いてる話しなかったの。ちゃんと聞き、マナーで。お前はね、うん、歌うたよ。いや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 。そこも罰。罰。あ、そう。うん。いや、知らなかったからな、それは確かに。うん、いや、すごいねって話になったわけですよ。なんでお前はマスクと帽子すんの、うん、まあだから、わーってなっちゃうからね。今ちゃんと録音した今、うん、録音ち取れてる？オッケーオッケー撮ってんじゃないよ撮ってるんじゃないよちょっと聞きたいなー何を今のやり方いやいやいや今の今でえちょっとねえいで今のはないよ今のは春日さんどうしますチャレンジします天狗チャレンジします天狗でしたよ天狗じゃないって言い張る天狗じゃないじゃあチャレンジしよう。ちょっと聞かせてちょうだい。なんでお前はマスクと帽子すんの、うん、まあだから、わーってなっちゃうからね。チャレンジ失敗したー。これはジングルですね。これはジングルになるでしょうね。もう、やめてよ。現行犯だと思う。天狗現行犯。うん。うわわっとなっちゃう。いや、結構なんない、うん、あ、そう、うん、俺もあれから又吉くん憧れでね、うん、何もしないで歩いてんだけどね。うん、なんともない。意外にそっちのはなんともない、ね。で、この間さ、うん、一緒に外でロケしてたじゃん。男とかと。うん、ああ、はい、はい、リーノとか。はい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 。で、本当にさ、うん、こんなことラジオでしか喋れないけどさ、うん本当に2年前とは違うな、うん。で、2年前とか、やっぱロケしてたら、うん、ちょっとパニックになって中止とかによくなってたのよ。うん、で、丸々お蔵入りしたのとかもあるもんね、何個か。ああ、そうだね。街歩いて。で、うん、オードリーの外のロケはパニックになるから、つって、2人ぐらい、
余計に人呼んでたりしたんだって、整備する AD さんとか AP さんを。だから、みんなガンガン通り過ぎてくるね、今ね。そうね。だから、お前の今のちょっとチャレンジしたら、ちょっと、2009年引きずってん、まあ、わーっとなっちゃうかな、さ。お前、IC レコーダー持って、ちょっと原宿歩いてこいよ、竹下通り。なるかどうか、わーっと、いやー、なるんじゃない、わーっと。おー、今のはバラエティだから、今のはラジオバラエティだから俺はチャレンジしないけど、ああいうのが欲しいのよ。ついポロッと出ちゃうのの方がスリルがあんのよ。今のはラジオバラエティだから。ラジオバラエティって何？聞いたことない、そんなことが。え、なっちゃう。うん、なっちゃう。じゃあどんな感じになっちゃう。いや、もう、あ、カサ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 カってなっちゃう。もう歩けなくなっちゃう、多分。竹下通りの駅のとこ、原宿駅からあそこの明治通りのとこまでで、何回ぐらい声かけられる？ピンクの着ないで、何にも被んないこの状態で、下、私服で、何回声かけられる？竹下通り。それはでも、だから曜日によってまた変わってきますよ。何曜日にします？それは。何曜日？で、曜日によって変わってくるってことで必ず声かけられるのね。必ず、土日なんかはすごいんじゃないかって話よ。あ、そう。うん。平日だよね。平日でもまあすごいよ。平日のじゃあお昼。うん、昼ね。うん。もうすごいよ。何人ぐらい声かけられる？竹下通りで歩いたの。じゃあそれお前わざとゆっくり歩いたりすんなよ、その代わり。ゆっくり歩いたりするしない？すんなよ。常識的な速度。普通に、あそこを通り抜けるぐらいの感じで。うん。まあ少なく見積もっても、30はな。30？ うん、少なくとも。30回声かけられるの？竹下通り歩くだけで。うん。声かけられるんだよ。春日だっていうのダメよ。春日さんですよね、だよ。ダイレクトコミュニケーションよ。こう、なるほど。D込みで、それが30回来るってこと？D込みで？うん。D込みだと、まあ、15か。15。まあ、いいか。15ぐらいだな。じゃあ IC レコーダー渡すから、日本放送の。うん、来週までに撮ってきて。今日渡すから。うん。いい？いいよ、いいよ。平日だよね。平日の日没までだったら何時でもいいよね。一、ね、うん、回だよ。ただし。うん。ゆっくり歩くなよ、あと。普通に。胸も張っちゃダメ。胸も張っちゃダメだし。うん、お前がいつもの歩き方だ。なるほどね。15回で。15はあるね。うん。うん、うん、あると思う。うん。で、止まっちゃダメ。止まったらわーってなっちゃうかもし、まあ、なんねえけど、多分。足止めないでよ。歩きながら喋る。スタスタ。スタスタで15回ね。15回ね。うん。うん、うん。取ってきて。わかったわかった。いい？いいよ、いいよ。おー。15はあるよ、きっと。もし15取れてなかったら、お前が持ってる、うん、あの服のフード全部ハサミで切るから。うん、いや、待ちたまえよ。罰が重すぎるだろ、それ。いや、罰、そんなまでないですよ。お前がわーっとなっちゃうって言うんだから、ちょっと聞かせてくださいよ。うん、確かに言ってたでしょ。いやいや、言って、やっぱ言ってない？言ってないと思うな。聞いてみようよ、うん、うん。言ってたよ、確かに。いやー。これ、天狗、ないですよ、同じの2回チャレンジするなんて、だって。私、ちょっと記憶にございません。あ、そう？うん。いや、確かに言ってた。だから、15回。うん。言ってた。聞いてみましょうよ。なんでお前はマスクと帽子すんの？うん、まあ、だから、わーってなっちゃうからね。いや、ほら、やっぱ言ってるでしょ？綺麗にエコーかかってたな。もうだから、わーってなっちゃうからね。もうだから、わーってなっちゃうからね。もうだから、おい、いいよ、やめろ。効果をつけるな、大沢よ。じゃあ来週する。うん、じゃあ罰ゲームどうする？何にする？罰ゲーム？うん。そんぞ、フード嫌いとかは厳しいですけど、何がいいかな。じゃあ、フードをプレゼントしようよ、リスナーに。プレゼント？お前が、切り取ったフードを、わーっとなっちゃうんでしょ？わーっとなっちゃう。だから、出待ちの子に配るっていうの。やだよ！結局、フードを取られちゃうって話じゃないかよ。もう切れないじゃん。お前が今着てる服のフードを切って、紙吹雪みたいにこう、切ったかけらを、サイン付きで配るって。なんだよ、ややこしいな。ええー、うん。それはもう、春日フリークたちがみんな出待ちでフード被ってみんな待ってますよ。フードと帽子とマスク。
おいい。その、まあ、まあ、うん。うん、まあまあ、だから15回以上か声かければいいって話だもんね。うん、いいよ。15だよ。いいよいいよいいよ。頼む。15年。髪のもダメだよ、やっちゃ。じゃあ普通の格好でしょ？いつもの状態で。普通の、うん、うん、オッケーオッケー。うん、じゃあ15回以上声かけられたら、うん、もう、マスクと、メガネと帽子禁止ね。ん？声かけられたら？あ、かけられなかったら。ああ。今後。今後ね。うん。それと同時に、フードも切るべきないってことでしょ？そう。すげえ多くないか。ちょっと、重いよ、罰がだから。うん。うん、そう、どっちかが。じゃあ、7万円でいいよ、じゃあ。なんで金銭になるんだよ。で、7万って数字の設定もわかんないし。ほんと言ってーって思うだろうなと思って、カズがだったら。ああ、引きずる額ね。うん。まあまあ、じゃあ、とりあえずね、15っていうのでやりましょうよ。うん。うん。やめんね、なんか。うん、押しすぎちゃって。本当だよ、うん。それ15回以上逆に声かけられて成功したらなんか、ないの逆に。いやいや、ちょっと待ってよ。それじゃあ、お前が、わーっとなっちゃうからって言ったから、うん、本当かって。わーっとなっちゃうからね。うん、これ。ね。なんだ今の感じ。で、わーっとなっちゃうからっていうのを言って、うん、本当かっていう検証なんだから。これ検証だから、達成できたら何かなってあると思ってんじゃねえぞ、お前。おい、なんでこんな攻められなきゃ。え？ 15 回以上声かけられたら、つけもみあげ買ってよ、じゃあ。ああ、危ない。わーっとなるから。わーっとなるから、つけもみあげを。うん、買ってよ。何度も言ってんじゃん。いや、なんだよ、これ。怖えよ。何やってんだよ、これ。いや、だから、うん、やる、じゃあ。つけもみあげは買ってあげるよ、じゃあ。本当にわーっとなるのごめんねってことだよね。そう。あ、じゃあ、うん。つけもみあげは、ただつけもみあげした方が、うん、バレそうだけど、うん。そうかな。うんうん。まあまあでも。うん。うん、あと、じゃあサングラス買ってあげるよ。サングラス？うん。バレたくない。あ、じゃあいいや、つけもみあげがわかりやすいな。つけもみあげが。つけもみあげ買います。わかりました。うん。ちょっとじゃあそれ検証してみましょう。うん。うん。先週発表したミュージックソンザムービー大ヒット例のオールファイナル舞台挨拶31日土曜夜7時半、うん、チームつけ焼き場&ビトタケシ&バーモント秀樹による前代未聞のトークと映画上映会です、うん、チケットは今日から一般発売ですがただいま大変買いやすい状態になっております。なるほど。はい。うん。というわけで先週わざわざ特前を引いたのに完売しなかったということで、うん、つけ焼き場は営業の人にこっぴどく怒られました。要するに特前を引いたってことはそれなりのね、あれ。なるほどね、うん。叱られてちょっとへこんでました、みんな。うーん、で、つけ焼き場はね、急遽、姑息な手を使ってきまして、うん、ただの舞台挨拶じゃないです。リトとバーヒテの生歌もありますと。ビトさんがミュージックソンの時に歌った365本の街は放送を気にして言葉を濁してたと、うん、それをはっきり、歌います、うん、でバーヒデはこれがカセットテープ芸人だというその力を十分に見せつけてくれるという意気込みがねあると。なるほど。これでどうでしょう、皆さん当日見に来たくなったでしょうかね。で当日どんな挨拶をするつもりなのか、うん、ちょっとバーヒデに聞いてみましょうか。うん、ね、そうね、うん。それによってまた伸びるかもしれないからね。チケットの数が。確かにね。うん。バーヒデにちょっと電話してみます。うん。どうでしょうか。あ、物販もダメっていうのをちゃんと言わなきゃいけない。再度言っとかないといけないね。うん。大丈夫か？あーい！そう、それでいいのよ。うん。よかった。うん。バーヒデさん、物販、ダメだから。あれ、もう準備して、着々と今、サインしてんだけどね、うん、写真にね。ダメっすか？ちょっとダメ。それいくらで、いくらで売るんでしたっけ？千、あーい！ということで。場合では、ちょっと、物販をするつもりってことで。これまた、豊洲さんとね、話し合いにもなりますけど、なるべくね、やめてほしいってことです。いやいや、ダメですよ、絶対に。ビトさんにも言っとこうかな。
なんか物販するっつったよね。いや先週言って、先週だからダメだとは言ったけどね、うん、ちょっとビートさんにも言うね。ちゃんとだからダメなりに他のことを考えてくれたりすんのかなっていう確認をした、ね、いやだからダメよ売ったら、なんかなんか、うん、だから売る以外になんかサービスというかさ、うん、うん、来てくれた人のためにお金を取らないサービスみたいな、そうね、そういうのを考えてくれてたらありがたいなと。うん、うん、聞いてるかな、聞いてないかな。キャリーバムジャムです。え、なんつったの？キャリーバムジャム。あ、キャリーバムジャムですって出たのね。あ、そうそうそう。さすが殿。なんだ、うん。こんな時間に。あ、あのね。うん。ビトさんやってくれるでしょ、舞台挨拶。何を？映画の。映画、え、アウトレイジ？そこも。アウトレイジは今、今日から衣装合わせなの？いや、そうじゃん。そこは、アウトレイジ2の話じゃなくて、うん、ほら、オールナイト日本のムービーの、あ、舞台挨拶。あれ？あ、若林？うん、いや、今は若林だよ。誰だと思って電話してんの。え？で、松村かと思ったよ。いや、違いますじゃん。それあんま言わないでよ、それ。じゃないんだよ。あ、酒飲んでんの？うん。あら、うん、ご機嫌ですね。いや、ビートさんさ、それで、だから、物販しないでよ。何、物販、あ、そういえばさ、うん、昨日ね、できたばっかりだよ。うん、死んでもうやめんじゃないぞ、うん、聞いちゃって。誰が買うんだよ、そんなの。だから、やめなさいって先週言ったじゃないですか。え、ダメですよって言ったでしょ。ダメですよ。お前ね、頼むよ。あの、キサラとかよ、全部キサラが金取っちゃってんだぞ。うん、いや、そんなこと言われるわけないんだよ。え、すみません、あなた誰ですか？え、俺？キャリーパブのビュー。ということでね。ちょっと物販をするつもりらしいのでね。電話は切りましたけどね。なんだよ、ダメだよ。気をつけてほしいです。当日だから、直で注意しなきゃダメですな、これは。ですな。うん、ダメだ、電話じゃ。現行犯でね。さらにですね、来場者全員の方にプレゼントもあります。それは、その日の夜のオールナイト日本生放送用の Q シートでございます。Q シートというのは番組の進行が書いてある紙でございます。うん、これは秒単位にね、今、オードリーのこの、あれにも書いてあるわけでございますね。うん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 、ここに、オープニング、オードリーのオールナイト日本っていうのが書いてある。流れがね、全部書いてある。はい、で、それをプレゼントします、うん。31日の放送はこの Q シートを見ながら放送を聞こうという、このね、うん、ラジオ好きにはたまらない企画でございます。いや、これたまりませんよ、これは。いかに我々がこのタイムゾーン通りにやってないかっていうのがバレちゃうんです、うん。なんでこんなところにまでオープニングが行くんだっていうのはね、毎回あってね、減りました、左の欄がね、ガツガツ。そうだね。すっかすかだね、左の欄が。半年後ぐらいからね。うん。一回始まったばっかの時、あいつらオープニング長すぎるっつってね、いろいろ話し合いにもなってたらしいんですけど、今はなってません。うん、なるほど。で、その他にもですね、当日お楽しみでオールナイト日本関連グッズもらえる抽選会もやります。うん。もはや映画の舞台挨拶なのか営業なのか、ちょっと線引きが、ちょっとわかりにくくなってます。確かにね、盛りだくさんですね。これでね、見に来たくなったでしょうか、皆さん。うん。チーム付き秋葉とビトさんとバーヒデと、うん、司会は増田みのりアナでございます。うん。オードリーのオールナイト日本のマル秘エピソードも、出るかもしれませんね。日本最大のスクリーンで映画の上映ももちろんございます、うん。これでね、見に来てくれる気になったでしょうか。何回聞くのよ。そのぐらいね、チケットが余ってる。なるほどね。はい。ああ、だからこんなに、もう、盛りだくさんで行くわけですか。はい、そうなんです、うん。で、3月31日土曜日夜7時会場の7時半舞台挨拶、ユナイテッドシネマ豊洲。チケット代金は1800円。うん。チケット販売、ローソンチケットのみで今日から販売。うん。0570-084-003。0570-000-407がオペレーター予約の10時から20時。うん、あ、うん、で、もう一回すいません、ちゃんと言います。24時間の受付自動音声ダイヤルが、うん、0570-084-003 です。うん。L コードも言っときましょうか。L コードが34558です。うん。そしてもう一回言います。オペレーター予約の10時から20時の場合は、0570-000-407 でございます。うん。お間違いのないように電話の方お願いします。ローソンの店頭のロッピー直接購入というのでございますね、うんうん、これでチーム付き秋葉も営業の人に怒られないで済むでしょうかね、こんだけ告知すると。まあそうね、大丈夫じゃないですか。
で、一方、うん、今日から2週間、大阪シネヌーボーでの公開がスタートです。うん、黒パンツの映画館でございますので、うん、大阪の黒パンツの支配人のね、のりこ支配人の映画館で、大阪の方は見に行ってください。うん、ということで、今週も張り切っていきましょう。オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、大衆館書店、明治、愛の大学、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。おはようございます。マジでオーナーニポーン。オードリーのオールナイトニッポンでは皆様からのメールハガキを募集中。メールは kw@allnightnippon.com kw@allnightnippon.com です。ハガキの方は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポンまで。皆様からの温かいメールをハガキお待ちしております。大地を絞れ。オールナイトニッポン。なんでお前はマスクと同時するの。もうだからわーってなっちゃうからね。放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中。オードリーのオールナイトニッポン。もうだからわーってなっちゃうからね。もうだからわーってなっちゃうからね。もうだからそういうことじゃないよ。トークゾーンですけども。いやいやいや、うん。ちょっと最後のそのリフレインが多すぎない。あなたの声にちょっと被ってたわけだから。うん、放送内に入ってきちゃってんじゃん。今。やっぱ恥ずかしいっすか、顔が赤くなってますよ。いや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 。やりすぎだろって話よ。それあんだけやられると恥ずかしいわよ。天狗の鼻をさすりながらね。まぁちょっとわーっとなっちゃうからね。もうだからわーってなっちゃうからね。もうだからわーってなっちゃうからね。もうだからわーってなっちゃうからね。うるさいわ。何回かけてんだこれ。3回ぐらい多いよ。減らしてくれよ。うん。うん、どうですか今、CM 中はわーっとなっちゃってました。なるわけないだろ。おなじみのメンバーしかいないのに。カズカさんってなるわけないだろ。いや、帽子もフードもかぶなって歩いてたから、わーっとなっちゃってなかったから。ならない。誰もいないでしょうが。遅いんだから大丈夫です。来週楽しみにしてます。うっす。うっす。足りない二人という番組が始まるんですよ。うん。山里さんと若林で二人でやってる。うんうんうん。この間ね、大阪にね、一人で行ったんですよね。うん。で、ふと思ったんだけど、うん、山里さんって、うん、この間ね、ちゃんと聞いたんだけど、久々に。うんうん、千葉出身じゃん。うん、で、大学行く前に、うん、NSC、大阪の NSC に入ろうと思ってて、うん、で、なんで東京の NSC もあったのに入んなかったって言うと、やっぱ本場だと思ったから、うん、大阪の NSC で勉強したって、うんうんうん、で、千葉出身じゃん。バリバリ関東じゃない。そうだね。で、関西の大学入って、うん、大阪の NSC に通いって、うんうんうん、最初、うん、関西弁で漫才やってたんだって。へぇー。なんでやねんとか練習して。で、すげえバレるんだって、それがお客さんに。あ、やっぱ違うの、イントネーションから。はあはあはあ、で、なんだその関西弁ってすごいアンケートに書かれてたんだって。おかしいなっていう。いや、でも俺、それさ、自分が大阪に行って考えたらすごいことじゃない、うん、千葉出身でお笑いやろうと思って大阪でやるって。しかも、一人ででしょ？そう。例えばコンビというかね。うん。ある程度コンビ組もうとしてるやつと一緒だったら、うん、うん。まだわかんなくもないけど。そうそうそう。すごいね、それ。すごいよね。うん。で、足りない二人っていうのはさ、うん、安島さん、うん、ディレクターの、うん。うん。が、おのおので飲んでて、うん。たら山ちゃんと俺が言ってる愚痴が全く一緒だっつってで3人で飲んだのが初めてで、うん、なるほど。で俺当時山ちゃんのこと先輩だと思ってたからさ、うんうんうん、ものすごいリスペクトしてたのよ、うんうんうん、もう大ファンで、うん、で YouTube の山里亮太ツッコミ27連発っていうのをもう
いつも見てたわけです。この人は天才だなと思うんです、うんうん。で、実際会って、その人見知りとかさ、うん、社交性がなかったりするっていう、うんうん、あとまあ、その逆恨みっていう、その、うん、いろんな共通点があって、仲良くなったんだけど、うんうん、で今やってんのよ、うん、テレビ局で。ほう。打ち合わせに、参加、だから、おどおど踊りとかはさ、言ったら、我々がさ、企画会議に出るっていうのはやってきたけど、テレビの本当の、この地上波のレギュラーでっていうのは初めてで、で、日テレのさ、会議室がすげえずらーってあるフロアがあんのね。すごい上の方に。あ、もう普段行かないじゃん。行かないじゃん。で、本当に深夜やってんだけど、うん、打ち合わせ結構さ、うん、深夜1時2時になると死んだようなゾンビみたいな顔で、うん、コピー用紙を大量に持ってる AD さんとかが徘徊してるね。うん、そう。もう大変なんだよ、番組作りって多分。はい、そんな夜中に。夜中にもう死んだもう、もう半分もうちょっと息と飛んでるような顔で、暗い廊下を、徘徊しているよ。バイオハザードみたいになってるよ。コピー用紙持ってる AD さんで。で、あんな人が一生懸命台本とかをバーってやったのを、徹夜で作って、それを渡してお前が、春日なんかが来て、滑り倒すわけだから。待て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 。大変それマストじゃないだろ、別に。私がやってきて滑り倒すっていうのは。いや、ついでね、うん、そのフロアを歩いてると、普段絶対タレントさんとか演者が歩いてないから、うん、他の番組のスタッフさんがびっくりするの。あれ若林くん、何やってんの？なるほど、なるほど。いや、今度始まる番組の会議出てんすよ。うん、あ、そうなのって、うん。あ、さっきアンケートいっぱいみんなで作家とディレクターで見るっていう会議やってて、どこ部屋って言われて、うん、どこどこでさ、隣だっつって。え、じゃあ、若林くんのアンケートの悪口言ってても聞こえてたっつって言われて。いや、それ聞いちゃったらもう聞こえてんのと一緒でしょっつって。そうだね。聞いたらそのアンケートを見ながら、その話になって、いや、今回春日のアンケート使えるとこねえなーとか言ってんだよねーっつって。あ、そういうもんなんだ。そういう会議とかしてんのよ。なるほどね。そっから選ばれるわけだから、何喋るかとか。ああ、なるほど、なるほど。うん。ちょっとそういうの面白いね。で、面白いでしょ。うん。でね、会議で参加するじゃん。うん。で、まあ、このチームつけ焼き場なんかも多分やってて、うん、多分ね、うん。話してんで、春日が若林がっつって。その時は呼び捨てで、やっぱり。え？嘘？そりゃそうだよ。まあ、ヨシキはいつも呼び捨てだけど。しっけだな、君は、本当に。裏表ないなそういった意味じゃ。よくよく考えたら一個下だっていう。いや、そうなんだよ。まあいいんだけど。うん、まあ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 。で、うん、多分やってるよ、聖堂さんとか、ヨシキとかも。長永とかも。やってる？やってる？やってるの？うん、今回スペシャルウィーク、春日の回しがクソだったから、つって。おい、おい、おい。それは言ったの。言ったじゃないよ。クソだと言ったら、それでも悪かったらだいぶ違うからね。クソの方かい。気持ちのいい若者だな、君は、本当に。で、うん、その、足りない二人のね、うん、会議に初めて出たのよ。うん、で、まずね、うん、どこに座るっていうのがあんのね。うん、総合演出の人がいるでしょ、うん、で、総合演出の人との近くに、やっぱり AD さんとかが座ったら、うん、なんとない、悪かないんだけど、なんとなくそこじゃねえだろとかが、社会的なあれがあるのよ。なるほど、その上座みたいなそういうこと、上座下座的な、うん、そう。で、うん、ホワイトボードに一番近いところに総合演出の人が座って、うん、で、一番その人とたくさん喋る作家さんが座って、うん、で、すぐペンで書ける AD さんがホワイトボードの横に座って、そこなんとなくあるんだって。なるほど。うん。役割というのがね。で、いきなり俺が総合演出のところに座っちゃってたっていうね。で、肉まん食ってたっていう。もう、それでもしょうがないよね。知らないから。本当にそのマナーがないから、こっちもさ。いや、それはわかんないからしょうがないよ。そう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 、うん。で、会議が始まってさ、みんながアイディア出してさ、俺とかも出すんだけどさ、うん、やっぱ大人だからさ、うん、その、なんかこういうのどうですかねって誰かが出した意見。で、あ、で、一個、もう一個あって、うん、で、会議がみんなが着席しましたって言ったらね、うん、帽子を目深にかぶったね、うん、メガネを。こうして、こう、いかにも作家さんって腕組んでるカーディガンの男がいんのよ。うんうんうん、里光ね。はぁぶってんじゃないよほんとに。うん、マック？マックなんか立ち上げちゃって。何やってんだよノートで行けよ、ノートで。キャンパスノートで行けよ、女もう。でさ、うん、意見出すじゃん。うん、みんながさ、うん。でさ、まあ、ないのよ。
あの、ないのよっていう意見が出るときに、うん、やっぱみんな大人だから、うん、悪くないんすけど、うん、ちょっと伝わんないかもしんないっすけどね、みたいな、うん。なるほど。ないねとは言わないのよ。なるほどね。もしかしたらちょっと内輪になっちゃいますかね、とか、言うんだけど、うん、それに俺最初気づかなくて、うん、いろんな人が出す意見に、うん、なんか、伝わんなそうっすね、とか、うん、なんか、よくわかんないですね、とか言ってたら、うん。いい加減、安嶋さんがさ、安嶋さんと山里さんがさ、いや、若林くん、大人の言葉使おうよ、つって。怒られた。怒られちゃった。で、いや、な、その、剥き出しの言葉やめようよ、みたいな、ゲラゲラ笑われちゃって。なるほど、なるほど。それパッと見たら、里水もゲラゲラ笑って、ほら、そういう言い方する、みたいなこと言って、おめえは何そっちが立ってんだよ、と思って、内心。だけど、それは言えねえからさ。まあ、そこでね、バッと言ったら変な空気になるしね。そういうのがあんだよね。はぁ、なるほどね。で、山里さんは、うん、まあ、こっちのラジオですから言いますけどね、うん、やっぱりね、朝の番組とかもやっててね、うんうん、あの人はやっぱね、もともとほらすごいじゃん、やっぱって、天才じゃない、うんうん、ちょっとビビっちゃってる俺は、正直。もう先言っとくわ。ね、どういう部分に ?2 年前、3年前からこの足りなくたってやってますがね、うん、格段にね、うん、腕が上がってる。3年前に比べて?めちゃくちゃ面白いんだよ。ほう。だから何らかのドーピングして収録やろうかなと思ってんだよね。面白くなるための。俺の地元のよく笑うやつ客席に入れるとか。もうぬるぬるにしとかないと体を。ちょっと不安で不安で。つかませないしとかないと。いや、相当面白いし。そう。大人になってて。それね、それ会議で出すアイデアとかがっていうこと?もちろんそれもそうだし、うん、なんか、で、今ほら世間でも多分さ、うんうん、山里さんったらさ、いじられてる部分もあるけどさ、多分さ、うんうん、もうすごいっていうになってんじゃないの?まあまあ、どうなんだろう、世間はね。でしょ?うん。ラジオでこういうこと言うと怒られるんだけど、山里さんにさ、うんうん、あんまり、そのキャラ潰しだからって。まあまあまあ気づいてはいるでしょうね。そうそうそう、そう、うん。で、結構その話してて、でも、なんか、大人になってて、ちょっと、うん、で、足りない二人って名前で足りないのが俺だけなんじゃないかっていう話になってんの。若林さんだけが。女の子の、のんのっていう雑誌のインタビューを足りない二人でやったんですよ。うん、で、終わり際に、うん、山ちゃんが、さ、後で聞いた話なんだけど、うん、インタビューが終わった後山ちゃんが、うん、いやー楽しかったなーっつって、うん、部屋を出てったんですって、うん、で俺はのんのの雑誌をもらうのよ一応、うんうんうん、のんのさんに、うんうん、でトートバッグがついてたのプレゼントおーいいじゃんいいじゃんで俺は、うん、裁判になってその後足りない二人の会議で始まる前裁判になってトートバッグを持ちながら俺が出る時にいたの、うん、あトートバッグだ使おうって言いながら出たんだって。おうおうおうでもみんなが、若林君あれめっちゃいじってるよね。って対して山ちゃんは楽しかったって言うんだよ、つって。なるほどね。これはもう、ちょっと足りない山ちゃんと、もう超足りてない俺ってなっちゃってんだよ、もう。なるほど。そう。差があると。そう。うん。だからちょっとそれで山ちゃんとかも会議にちゃんとね、お土産とか持ってくるの。あら。お菓子とか。はあ。で、若林くんはさ、本当に自分のシーチキンのサンドイッチだけ買って食べてるよね、つって。でも、ヤムちゃんって、うん、NSC 行って、で、うん、向こうのベース吉本に出てて、うん、元々のコンビを一回解散してピンになった時に知ってる?ピンの時の芸名とか知ってる?ピンをやって、言ってたぐらいはなんとなく聞いたことあるけど、そこまでの知らない芸名とかも。芸名がね、うん、イタリア人っていう芸名でやってて。え、続いては、イタリア人ですって入ってくるってことで、本当に、漫談なんだけど、どうもイタリア人です。はい、どうもイタリア人ですってで、何するかって聞いたら、ブリーフ一丁で、その上に特攻服着て、ブリーフ履いて、特攻服書いてリーゼントにしてサングラスかけて、うんうん、テーブルマナーをひたすら言うっていうネタやってたんだって。へー。で、パンを食べすぎるとメインが食べられなくなるよとか、っていうのをずっと言ってたんだって。で、俺もアメフトやってたから、うん、アメフトとイタリア人でなんかやりましょうよって言ったら、それは何の言葉も使わないで、いや、見えないねって普通に言った。
日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中。オードリーのオールナイトニッポン。先輩、卒業おめでとうございます。ありがとうな、カズカ。あの、こんなこと言うのもなんなんですけれども。なんだカズカ。先輩の第二ボタンを俺にくれないですか。嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。ブチほらよ。ありがとうございます。オードリーのオールナイトニッポン、ずっとずっと好きでした。俺もだ。こんなんあったかな。何これ、これは撮りました。2年前に撮った。2年前撮った。ほー、超面白いですね。隠しといたのね、こんな面白いやつ。撮るぞーって感じがするね。ですよね。ラジオっぽいぞーと思ってたもんね。力入ってるよ。もうちょい楽に行こうぜ。2年前でございますからね。いや、私ですね。うん、今週ちょっとね、ずっと料理の練習してましてね。あー、そう。うん、番組でちょっと料理対決みたいな、はい、まあするんで、まあやってるんですけど、うん、神田の方のね、うん、レストラン行って、うん、教わってね、うん、やってるのよ。本格的に。そうそうそう。うん、で、そこの、まあ教わってるところ、レストランが、うん、まあ家族経営みたいな感じのところで、うん、まあだからシェフの方が、はい、まあお父さんですわな、うん。で、まあ奥さんがこういて、お手伝いみたいなしてて、うん、で、まあ息子さんもこう、まあアルバイトというか、なんというかお手伝いをしてるわけですよ、うんうん。で、その息子さんっていうのが、多分高校生ぐらいなのかな、はいはいはい、16、7、8ぐらいの。うん、こうだね、うん。まあやってて。うん、で、まあシェフの人にいろいろ教わるわけですよ、うん。玉ねぎの切り方とかなんとかつって、うんうんうん。で、まあカメラ回ってますから、うん、私が、よーしってカメラ向かってね、うん、よーし、この技、盗んだりみたいなことを、まあやるじゃない。はいはいはい、はい。して、したら、ね、カメラ止まったら、うん、その息子さんが、うん、高校生。そうそうそう。気使ってくれるのか何なのかわかんないけど。なんだろうね。一回一回カメラが、よーし、この味で勝負だとか言って、うん。息子さんが、ちょっと離れたところでね、拍手してくれて、ま、なんかちょっとま恥ずかしいというか、なかなかないじゃん、そういうのって。拍手っていうのはあんまないしね。うん、おーとかね。まあ、おーもあんまないけど、なんか、急にスイッチ入るんすね、とかなんかそういう。もうなんか歌舞伎みたいになってるもんね、うん、それだとね。なんとかなんとかつってこう、そうね、拍手。笑いじゃないからね。春日屋なんて言われてね、うん。いや、それはよくわかんないけど。笑ってくれる方がいいわけね。うん、まあまあ、そうね。うん、まあなんかにやりぐらいで全然いいですよ。いいのに拍手が。まあまあ、まあいい子なんだろうね。きっと気遣ってくれたやつ、うん。まあまあそういうところで、うん、まあやってそこで教わったやつを家で、うん、まあまあ、特にその玉ねぎとかバーっと切ったりとかしてるわけですよ。うん、みじん切りとか練習してて、うんうん。だからもう今家帰ったらもう毎日10個ぐらい切ったりしてるわけ。はいはいはい。家帰ったらもう、もう、階段登ってぐらいからちょっと玉ねぎ臭いわけですよ、家がね。なんだろう、多分空気の流れとかが悪いから。っていうか、隙間かですげえな。多分そこだろうね。うん、それぐらい、もうやってて、うん、もうだからもう家に大量にあるわけですよ。はいはい、はい。切った玉ねぎ。玉ねぎが。だからなんていうの、シリコンスチーマー。ああ。あれを購入してきてね。あれにもうどっさり入れて。はい。で、レンジで温めて、うん、それに焼肉のタレとかさ、めんつゆとかね、うん、ポン酢とかけて食べたりしてるわけですよ。うんうんうん、だから今すごい血液が多分サラサラだと思うの。あ、玉ねぎばっかく。玉ねぎばっかく。もったいないから練習を兼ねて。そう。温めて。だけだからね。うんうん、そんなんやって、うん、で、また、あ、それでか、ちょっと楽屋が。うん、平子、平子言ってたお前。いや、こう言ってないか、楽屋で。あ、じゃあ口か、じゃあ。しっけだね、君は、ほんとに。え？これをね、うん、ここ2週間ぐらいやってんだよね。うん。楽屋ずっとやってるお前、ええ、こいか、つって。こいてないよ、つって。うん、じゃあ、口か、つって。しっけだな、君は、つって。したら、福田さんが、うん、しっけだな、君は、っていうのが廊下に漏れたらしくて、喧嘩してると思って飛び込んできたん、楽屋に。お姉の福田さんが。うん。走って、目、どうしたんですかって。喧嘩してると思って。喧嘩するにしても、うん、しっけだな、君はって、本気の喧嘩しないいない、そんなね、じじい同士の喧嘩だよ、お前の好きなね、野坂さんとね。そうよ。マイクで殴り合う喧嘩ですよ。うん、まあ、そんなやってて、うん、で、まあ、2回目ね、水曜日ぐらいかな、うん、そのまたお店に行って、また次の工程かなんかを、はいはい、まあ、こうやっていろいろね、まあ、教わってたのよ。うん、また、ね、例のごとく、うん、よーし、やってやるぞとか。
こういうくだりもあったりして。いや、わかんないけど。別に、まあ、悪い気はしないからね。まあね。うん。ちょっとまあ面白いなと思いつつ。いい子なんだろうね。めちゃめちゃいい子。ね、またちょっと控えめというかね。うん、あんま、まあ、ぐいぐい来ないというか。ああ、いいね。もう、後ろの子控えてこう、伏見がちでこう、いるのよ。いいね。で、握手してくれて。で、カメラが、ま、止まるじゃない、うん。で、ちょっと段取りがあるから、つって言って、うんうんうん、ちょっと待ってたの。うん、したら、そのね、あの、息子さんが、うん、スッと私の方近づいてきて、うん、つって、うん、毎週ラジオ聞いてます。え？って、言われて。うん、お！ありがとうね。ってなるじゃん。うんうん、で、なんかその、ラジオ聞いて、あなたもわかるかもしれないけど、ラジオ聞いてると、なんかちょっと恥ずかしくない？わかる。わかる。なんか見ました。昼なんです見てますとかあったら、おー、ありがとうねっつって、うん。よかったね、春日に会えてとか言うけど、うん、ラジオ聞いてますって言ったらなんか、うっすってなるじゃん。いや、俺、しーって言っちゃうんだよ。なんかあんま言うなって。こないだも、柳原かな子ちゃんが、近づいてきて、うん、あれ、聞きましたよ。ん？ハンチング上田。俺、しーって言っちゃったもん。それはしーだね。他の人耳入ったらね、偉いことないですか。なんかこうね、うん、本当に秘密のね、あれみたいな。そうそうそう、なんかね。うん、なんかこれ、まあ、聞いてくれて嬉しいんだけど、うん、ちょっとなんか恥ずかしいみたいなのあるじゃない。放課後の部室のノリでやってるからね。うん、そうそうそう。盗み行くされてるから、ね。ラジオにありがちな。うん、恥ずかしいみたいなのあって、うん、まあありがとうね、とかって話したらシェフの人がね、うん、まあ入ってきて、全然もちろん悪気ないんだけど、はい、スッと入ってきて、うん、そうなの、うちの息子すごい聞いてるんですよ、はいはい、ラジオつってね、うん、夜中に聞いて、一、うん、人でもゲラゲラ笑ってるんですよ。嬉しいじゃん。まあ僕はね、何が面白いか全然わかんないですけどね、つって。まあちょっとおって思ったけど、うん、まあ別にそれはさ。それはいじりなの？いじりじゃない、素で。めちゃくちゃ、もう、いい人なのよ。すごくなんかお店もがっつり提供してくれるし、すごく丁寧に教えてくれるし、悪気はないんだけど、まあでも、結構まあ50ぐらいなのかな、年の頃。そこはもう俺らがほんと一番鍛えなきゃいけないところだよ、ほんとね。そうでしょ、うん、?40 代後半ぐらいか50歳ぐらいかな。一番メインターゲットこのラジオの。50代の男性っていうのは。押していきたいじゃないですか。うん、まだまだだなと思いつつね、私もね。うるせえよで、まあまあ、そんな話があって、あれ、質問だったんだ。はいはい、ありがとうね、みたいな話があって、はいはい、まあまあ、そのロケをまあ終わって。はいはい、で、また家帰って、もうたまに、わーっと切って、ね、練習してたんですよ。うん、で、今日このラジオの前にも行ってきたの。うん、まあ、最後の練習みたいので。うん、で、行って、まあ、いろいろ、まあ、教わって、まあ、最後の仕上げみたいな。で、教わって、まあ、まあ、終わったっすね。じゃあ、ね、終わりましたってなるじゃん。うん、したら、その、ね、また、息子さんが来て、うん、この後、ラジオですか。まあまあラジオ行ってくるよ。んで、まあなんだかの話してたら、なんか僕は息子さんがね、ラジオに興味があるんです。おで、将来、ちょっとこういうラジオの業界でちょっと働けたらなと思うんですよ。シェフになるとかじゃないんだって言ったら、今はちょっとあんまりそっちじゃなくて、ラジオなんです、みたいな言うの。で、なんかちょっとまあ嬉しいじゃないですか。ああ、そうじゃ、なんか一緒にね、お仕事とかできたらまあ嬉しいよね、みたいな話してて、で、じゃあって帰ろうとしたら、その息子さんね、ちょっとリスナーとして、ちょっと一つ、ちょっと聞かせて、まあ、失礼かもわからないんですけど、一つだけなんか、ちょっと質問させてもらっていいですかって言われたの。で、全然いいよと。で、私の中ではね、どうやったらディレクターになれるのかとか、例えば、我々のラジオ聞いてる感じだったら、例えば、エコーのタイミングとかって合わせてるんですかみたいな、そういうなんか、はいはい。なんか、スタッフさん的な、なるほどね。質問をね。かわいい質問。そうそうそう、してくれるのかなと思ったら、バーヒデって、本当にバカなんですか？もう即答で、うん、バカだよつって。ああ、よかったなんつって言って、息子さんも。なんかそこら辺も。聞いてみる？え？聞いてみる本人に。バカか。バカかどうか聞いてみる。で、それが聞きたいでしょ、リスナーの子は。だって、そうそう、俺らがバカだよっていうのは言えるけど、うん、バカはバカだと思うから、そうそうそう、本人にもね、ちゃんと、うん、そう、自他共に認めるってところ。実際どうなのか、やっぱ聞いてる側は、ちょっとどっちなんだろうっていうのはあるらしいんですよ。ちょっと聞いてみましょうか。ちゃんとね。うん。でもそういう人が入ってきて、あ、かかった。大土管バカでーす！はーい！あ、はい。バヒで？はいはい。もうちょっと答え出ちゃってんだけどさ。すいません。ちょっと早かったね、ごめんね。俺のプランとちょっと違ったんだけど。すみません。いや、反省してねえだろ、それ。
で、今のさ、先に行っちゃうっていうのも含めて、バヒレって、うん、バカなの？バカですね。出ました。なんかバカーいとか言うと思ったら結構普通のトーンで。あ、バカですね。面白えな。いやいや、よかった。じゃあその子にちゃんと伝えた方がいいね。うん、バカみたい。本人も言ってた。本当に言ったと思う。バカでした。これね。ああ、面白い。よかったよ。面白い。そうね。いや、伝わったね。だからね。うん、私の中では、そのバカなのが、伝わってないのかなって思っちゃってね。ああ。ちゃんと、ね。だからもうちゃんとバカなことを。本当にバカだよね、うん。本当にバカなんだよ。うん。うん。うん、あんまんまだよ、つって言う。今俺らが言ってたらちょっとひどいじゃない。うん、先輩に向かってってなるけど、今電話して本人が言ってるわけ、うん、言ってますから。聞いてるかな、今日もな、息子さんね。バーヒレは本当にバカです。大土管バカーい。出るなり。だから切られちゃうと思ったんじゃない俺、本当に思った。あ、どうしようと思った。困らせんじゃないよ。場所取ってくれたね。ここ花見には最高の場所だよ。綺麗な桜咲いてるしさ、こっちの桜も綺麗に咲いてますよ。春日という桜がね、こんな桜の並木道あったんだな。春日のピンクのベストで、ね、綺麗だな桜。酒を飲みませんか。ここの場所だったらさ、春日のピンクのベストを見て、もう夜桜も綺麗だからさ、皆さんで盛り上がりませんか。ずっと見れるよね今日はね。本当にね、今が先頃の、うるせえよお前よ。三部先のてめえが生意気なこと言ってんじゃねえよ。トゥース。オードリーのオールナイトニッポン。桜の見頃は一週間、春日の見頃は六ヶ月。帰ってきた天沼パトロール。さあ、かつてオードリーが作っていたホームページの天沼パトロールを再開して、日本放送のアクセスランキングで1位を取ろう、AKB に勝とうという企画でございます。そうなんですけど、ここでちょ極秘情報を入手いたしましてですね。何を？現在ね、AKB 側が油断しておりまして、うん、以前よりもね、アクセス数がこう落ち着いてきてるらしいと。いうことなんですよ。うん、なんでね、今こそこう追い抜くチャンスなんじゃないかなと。そうだね。私ね、考えております。やろう。ええー、まあ、ポイントは AKB に気づかれないように、こう、そーっとやることですよね。なるほど。ずーっと近づいて、バッとこう抜くような。なるほど。そういう方法でいこうかと思ってますから、私、ね。忍び寄って1日でバッて抜くみたいな感じか。ああ、いいね。そう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 。じわじわ行くと気づかれちゃうからね。なるほど。うん。ドンとこう伸ばしていきたいなと。で、思ってます、私はね。ちょっとね、うん、春日さん何もしてないでしょ、そういえば。うん。まあでも管理はしますけどね。でも管理してるっつってしてないじゃん、だって。まあまあまあ、うん。うん。作るだけ作ってね。でしょ？とりあえずあとはみんなで頑張ってくださいってことだけど。まあ、だから、うん、担当コンテンツを決めました、春日さんの。うん？それはですね、うん、春日一問一答メール大公開です。うん？これは、うん、この番組の関係者と春日さんとのメールのやり取りを、そのまま天沼パトロールにアップするというものなんです。うん？チーム付き焼き場が好きな時に春日さんに質問メールします。うん、それに対して春日さんが返した返事メールをその滑り具合も含めて公開する。うん、で、すでに入手した実際のメールがあるんですよ。実際のメールが。入手した？里光から春日への一問一答メール。例えばこういうのですってことですね。うん、ドイツどうだったと、うん。これに対して春日が、答えたのは、ツードイ、半の日でエンディングでゴンした、かしこ。いうのを書いて、ああ、あったあった、一週間ぐらい前か。うん、ああ、でもこれあれというか、半の日、半の実ですね、これね。半の実、うん、実ってこれ、でもここメールの難しいところなのよ。うん、これ、実と読ましたかって言って半の実ですか、半の実で。半日を半の実と言うんですね。振り仮名振れないからね、メールはね。ゴンした、かしこと。いうことですね。いやいやいや、これはもう良くないんじゃないですか、こんな、うん、プライベートのメールよ、だって。これどうせ公開するっていうのはさ。まあでもいいんじゃないですか。ええ？いいでしょ。
まあ、質問の内容にもよるけどね。うん。チームすき焼き場がって誰がしてくるの？メールするんでしょ春日さんに。だから。で、答えが返ってきたのをそのまま乗っけるってことでしょ、うんうん、なるほどね。でそれがどんどんホームページに公開されていくってことで、これだと、うん、たくさんアップできんじゃないかなと思って。なるほどなるほど、うん、うん、まあ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 、うん、ちょっとじゃあやりましょうか。はい、それはね、お願いします。うん、でこれでアクセス数がアップするかどうかというのをちょっと見てみたいと思います。なるほど、はい、そうですね。今いろいろやっていくべきでございますからね。うん、うん、ということでやりましょう。うん、目指せ日本放送内のアクセス数ナンバーワンということで、春日さん頑張ってください。うん、やりましょう。ポジティブラジオのオールナイトニッポン。オードリーのオールナイトニッポン。今週のおすすめ本。本との出会いは人生を豊かにします。リスナーからのおすすめ本を紹介する深夜のブックレビューコーナーです。さあということでですね、メールの方を読んでいきましょう、うん、ラジオネーム小ガラス丸、渡里哲也著、マグロ。マグロマスター渡里哲也がマグロだと思う女性有名人を記した一冊。著書の中にはマグロ界のエース中島美嘉や持田香織、マグロ界の超新星志田未来等を詳しく解説、うん、これで君もマグロマスターだ。いやいや、何マグロ界の何でしたっけ。んマグロ界のエース、エース。いや、それそうなので、小ガラス丸がそう思ってる人、うん、っていうことですよ。いや、そうだよ、ね。渡里さんがまあね。うん。まあ説得力はあるけどね。うん。渡里さんが書いてたら。うん。そうなのって思うもんね、マグロっぽいねとも言えないしね、今。言えないからね。うん。なかなかね、そんなことわかんないでしょ。ね、うん。ラジオネームバスケットカウントさん。うん。国章さゆり著、ホワイトデーセックス。国章さゆりの初めて書いた小説、うん、自分の曲のように彼女からバレンタインにキスをもらった男がお返しとしてホワイトデーにセックスを彼女にあげようとする純愛者に見せかけたチャラい官能小説である。ほう、セックスをあげようとするってどういう表現をしてる。お返しに、うん、うん、うん、まあまあちょっと読んでみたい気はしますけどね。うん、うん、結構で1ヶ月の間にそこまで進むってことでしょ。うん、うん、B は飛ばしてるんだな。うん、うん、1ヶ月の間にね、うん、ラジオネームエリンギ、卑弥呼著、卑弥呼スタイル。邪馬台国の女子たちが憧れてやまないファッションリーダー卑弥呼が自らのライフスタイルを紹介していく一冊。うん、起きたらまず半身浴をし、朝食にはフルーツをいただくという卑弥呼の生活習慣は、現代の女優やモデルたちの基本を作ったとも言える。うん、愛されキャラになりたいあなたや、部下たちをまとめるキャリアウーマンを目指す人に読んでもらいたい。余談だが、出版イベントの際には記者に、卑弥呼様、この本の見どころは？と聞かれ、別に、と答えたことで物議を醸した。なるほど。あ、朝食にはフルーツをいただく。愛されキャラになりたいあなたや。うん、まあまあ、愛されもそうだな。お前、こういうことに寛容だよな。人生楽しんだらいいじゃないみたいな。まあまあまあ。そうだね。俺は、いい素敵な話と思う。俺は、うん、クソほどバカにしてる。うん、いや、素敵な生活よ、うんうん、素敵な生活よ。あ、そう。素敵ですね、確かに。ラジオネーム土屋隆之、うん、森脇健児著、走りながら書いた本。走るだけしか脳がないあの森脇健児がついに本を出した。走りながら書いたので全ページぐっちゃぐちゃ、本人でさえも何を書いてるのかわからないと語っている。森脇健児のことが好きすぎて夜も眠れないという人におすすめしたい一冊。いや、失礼だろこれ。失礼だろ土屋これ。
いろんなあるよ。マルチですよね。そうよ、キックベースしたりとかいろいろできるよ。本当ですよ。言ってんだよ。ねえ。うん。弁慶。あ、ラジオネーム、腕トイレさん。弁慶、ちょ。こんな刀狩りは嫌だ。刀狩りでおなじみの弁慶、あ、武蔵坊弁慶による大喜利本。うん。こんな刀狩りは嫌だというお題に対する回答が1ページに1つ挿絵付きで載っている、うん、刀がたくあんのようになっているいや、うん、義経ではなく義澄だなどの非常にハイレベルな回答は今までの弁慶のイメージを含し彼の抜群のワードセンスを覗かせている、うん、大喜利通のあなたにおすすめしたい一冊。これちょっと読みたいですね。うん。え、絵も入ってるんだっけ。絵も入ってる。ああ、いいっすね。うん、おー、何ページぐらいあるんだろう。結構あるんじゃないですか。これ一つのお題ってだからすごいね。一つのお題ってなかなかないですよね。すごいね。うん。おー、ちょっと読みたいですね。うん。ラジオネームドラの風。加藤隆著、世界の写生から。加藤隆の主に鉄道を利用した旅日記で、旅先の美女たちとの出会いから交わりまでの一部始終が写真とともにリアルに描かれている。うん、洋物好きに送る一冊。あ、なるほど。世界の、だから海外の。これに近い AV ありますけどね。あ、ございます？いろんな外国でナンパする。ほう。ナンパものって言うとあるじゃない、うん、渋谷編。あるある。新宿編、吉祥寺編とかもまあありますね。あれ、所沢編あった時はびっくりしたけど、私。借りた？借りたよ。プロペドールがガッチリ映ってたよ。自分の知ってる街で。自分の知ってる街で。もう、だから、興奮したね。興奮したね。他の、うん。渋谷編より全然興奮した。俺も吉祥寺編の方が興奮した。いや、するよね。うん。ここ、いつもあるし。その情報も兼ねてるから、札幌編なんか見ると、札幌ってこういう街なんだなっていうのもちゃんとわかるからね。旅番組のね、うん、テイストもあるからね、うん。素敵な名作ですよ。だから美味しいものなんかも紹介しつつね、街なんかも紹介しつつ、最後加藤隆さんが抱けば、うん、その旅行ビデオにもなりますし。いや、そうよね。いいですよね。うん、いいじゃない。世界の写生から、うん。はい。うん。ラジオネーム土屋隆之。機関車トーマス長。人の敷いたレールを進む人生。機関車トーマスの人間に対する不満が詰まった一冊、うん、走ってたら顔に虫とかめっちゃつく、 UV カットできないからこんな顔色になったなど、彼の憎しみが込められている。トーマスには手がないのに一体どうやって書いたのか、それがこの本最大の謎である。うるせえよって話だ。謎なんかないよ別に。あ、な、確かに、うん、喋ることがもう謎だからね。でも、機関車トーマスって見てるとさ、うん、ガツガツ車線変更したりさ、うん、なんかクレーンに持ち上げられて他のとこ行ったりさ、うん、結構自由に走り回んだよね。いろんなとこ行くよね。坂とか超登ったりするしね、うんうん。いや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 、これね、うんうん。ということでございます。うん、さあ、あるかもしれない、あったらいいな、きっとありそうというあなたのおすすめも教えてください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送、オードリーのオールナイトニッポン、今週のおすすめ本の係まで。Let's keep our heads up。ここで一曲お送りいたします。みわちゃんで、いくつになっても。Web 2.0 の時代に春日 2.0 がお送りするあらゆるもののバージョンアップ企画、春日 2.0 というわけで、いろんなものが 2.0 になったらどうなるか送ってもらうコーナーでございます。はい、じゃあ私から参りましょう。はい、ラジオネーム土屋隆之。ピサの斜塔 2.0 完全に倒れている。
シャトーじゃないよ。ピサの射程、射程か、うん。5.0 ぐらいなんじゃないですかね、倒れたら。そうだね、射程じゃなくなっちゃってるからね。うん、ねえ。刀刀ですよ。うん。倒れる刀ね。なるほど。うん、ラジオネームエリンギさん、うん、カラオケ 2.0。うん。サビの手前あたりで徳永秀明が部屋に入ってきて歌を横取りされる。徳永さんも大忙しよ。もうバンバンカラオケボックス。どこ入ってなきゃいけないから、ね。そうよ。うん、ちょっと聞いてみたいけどね。思春期にいいからかな。いろいろ聞いてアニメソングとか、うん、聞いてみたい気はしますけど、うん、北海道ラジオネームバスケットカウント、玉ねぎ 2.0 目にもしみるし心にもしみる。どういうことなの、心にしみる。なんだろうね、ほろっと、だからどっちの涙かわかんないみたいな。最後の料理を作るのかな、彼氏に。あ、しみますな。ラジオネーム雪招き、うん、1個 2.0、うん、バスボムではなく本物の爆弾を共演者に配り回る。いやいやいや。本当のボムをね、愛を込めてって手紙とともにね。怖えな、1個より愛を込めてて。いや、それ手榴弾入ってたら何十個持ってくる1個さんもそうよね、うん、テレビ局にこう抱えてくるわけでしょ、爆弾を、うん、何十個も、うんうん、すごいよ。うん、松村会ってないよね、この一週間で。あ、会った、この間。うわ、怖っ。会って、そうだ、あれ怖っ、うん。会ってね、うん、どうなんだろうと、いうのになるじゃん、うん、こっちが、うん。だけど、普通に挨拶して、うん、普通だった。あ、そう。だから、その扉をね、うん、その先週やったみたいに、顔残しで行く、帰っていくこともないし、うん、ただ、楽屋に挨拶は、来てくれなかったかな。ああ、現場ちょっとグレーゾーンですね。ただでもほら、わかんない、それは、うん、そのね、前の仕事の関係とかで、うん、そのね、うん、収録直前になって来られたかもわかんないし、それはちょっと定かじゃなかったけど、ちょっとね、もうちょっと経過観察見ないとね、うん、そうなんですね、はっきりとした何かまだ掴めてませんので、うん、何かわかったらここでね、うん、報告を。必ず、松村の動向と結婚だけをここで発表したいと思います、我々。一番にね。一番に。うん。そこはやっていきましょう。うん、ラジオネーム、カスコ。若林正康 2.0、うん。人見知りが改善され、うん、字が悪化する。一つ良くなったら。進化してんのかな、それ字が悪化するって。だから進化と捉えるのかどうなのかって話ですよね。ああ。うん。全部。見知りね。全部が良くはならない、ね。治ってきてんだよね。あ、そうなんですか。うん。なんかわかんないけど。普通に喋ってる、うん、シェリーとかと。おー。あーって顔なんでしてんだよ。ヨシキが変わったな、じゃねえ、別に別にゴルフバッグ買ったわけじゃねえんだからいいだろ、別に。あ、私だね、うん、うんうん、ラジオネームザットゥ、インタビュアー 2.0、 ボケツッコミではなく春日というジャンルを確立しているという、春日のセリフがガキのたわごとにしか聞こえなくなる。そう言われんのかな、そのインタビュアーの人に。言わないんじゃない？ああ、なるほどね。うん。思いつつ、なるほど。いや、でもさ、インタビューの、エッジ聞かしたインタビューの時にさ、うん、いや、俺ね、うん、ちゃんと聞かれることに、ちゃんとした事実をちゃんと答えてた。うん、で、うん、それを答えない人って、うん、なんでなんだろうって漠然と思ってたんだけど、うん、本当に最近だけど、ようやく、恥ずかしくなってきたね。うん、あ、そうだなんすか。うん。ほう。それは何？急になんかに、はたと。急に。はって思ったってこと？なんかここがこういう漫才で、こういう部分がこう変わったじゃないですか。あれって何ですか？って言われたら、いや、ちょっと意識はしてないっすけどね、って答えちゃうと思う、多分。ことが。あ、そうっすか、それはまあまあ、なんか楽しんでくれる人がいればみたいなさ、感じになっちゃうと思う、今度から。なるほどね。なんか春日と話してこういうのあるよねって思って、うん、こうしたんですとかって言って、もう超恥ずかしい。もう絶対無理になってきたね。それで食いつかれたりしたらもう恥ずかしい。もう無理。なるほど、ほう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 。もう絶対無理だね。なるほどね。じゃあ今後ちょっとインタビュー楽しみですね。すぐ終わるよ、春日。インタビュー。よかったな。幼い。うん、幼い。
ぜひ。神奈川県ラジオネーム、ファンタスティック原田。陰毛 2.0、うん、首元までびっしり生える。それ陰毛なのかな、それ。陰毛だ、色、どうなんだろうね。いいんじゃないじゃん、首元までったら T シャツ着たら出てんだから。だからその胸毛とかも全部巻き込んだってことなんでしょうね。それ胸毛だよ、それ。いや、でも、まあ、難しいとこだな、その境界線は。うん。土屋隆之、風呂 2.0。入ると底が抜けて雪山に投げ出される。これは俺らと土屋世代のね、あの、古き良きバラエティーで思い出ですよね。ガシャンザーってやつね。これ、バラエティー 2.0 だよ、これ。いや、そうだね。うん。ラジオネーム、空飛ぶ光。ハンチング 2.0。すべてのハンチングに、メイドイン上田と表記される。やめろって。やめなさいっつうの。メイドインってどういうことだ、別に上田さんが作ってるわけじゃないからね。ハンドメイドっていうことではないからね。上田さんが被ってる帽子。いや、そうだね。うん。まあでもそうらしいですよ、どうやらね。うん、ラジオネーム、ごまだれ大好き。ローラ 2.0、うん。ほっぺたで本物のたこ焼きを作れる。なるほどね。それじゃねえねっつってね。だから、コメントするたんびに、たこ焼きがポロってこう落ちて、うん、ローラたこ焼きだっつってね。うん、ローラさんってさ、うん、この間共演した時にさ、うん、泣ける V の時あったじゃん。うんうんうん、あの時にコメントでさ、うん、本当に、うん、なんか本当に感動しててさ、うん、本当にすごい胸に刺さったのみたいなさ、うん、言い方がさ、うん、あの子が、普段あの子がああやって言うからっていう勢いでさ、うん、スタジオになんつうの、うん、本当に刺さっ、なんかピュアなさ、うんうんうん、感動してる感じで、うわってこう なったじゃない、うんうんうん。本物なんだろうね、あの人ね。まあまあ、そうでしょうね。ただ単に明るいっていう感じじゃない人なんだろうね。うん、まあ、あのまんまなんでしょうね、きっとね。ね。うん、どう偽物から見てそういう人。待て待て待て。誰が偽物だよ。失敬だな、君は。店も本物だから、私も本物だから分かりますよ、本物の感じが、うん。やっぱすごいよね、スポーツ新聞とか見てても、ローラみたいな文字のあのデカさであってさ、うん、本物なんだろうね、やっぱり。まあ本物なんでしょうね。ね。だからあんだけこうね、受け入れられてるというか。そうそうそう。うん、で、どうなのかなと思って。何ですか、ね、偽物が偽物に聞いてるわけで。ああ、びっくりした。あなたも偽物だった。いや、俺なんかね、マジで偽物のトップ集団走ってる男だよ。で、やっぱ、だからパイが違うよね、もうね。マツコデラックスさんとか、有吉さんとかさ、うん、あの、ローラさんとかさ、そのさ、ドーンと出るじゃん、名前が。うんうんうん、話題とか、うんうん。重いじゃん、一発が、うんうん。山ちゃんとかも多分ちょっとそうなりつつあるよね、正直。ああ、みんなが耳を傾けるというか。そうそうそう。うんうんうん、なんか、あーっていうことをさ、うんうん、こう国民が思ってさ、うん、フォロワー数とかがガンとこう伸びてるさ、うん、俺なんかもう超偽物だからさ。まあそう言われて確かにね、うん、偽物だ。インタビュー答えてても、98% 最近読んだ本のことだからね。偽物だな。自分の体験とかないから、俺は。なるほどね。うん。本物に、だから、まあ、お互いに近づいていきましょうって話だよね。お前はどのぐらい本物だと思ってんの、うん、何パーセント、どのぐらい割ってんの、割ってる、何対何、本物と偽物。うん。まあ、そう、まあ、8割ぐらいやっぱ偽物だよね。やっぱりあなたの本じゃなきゃ、やっぱり漫画とかさ。映画とか、んこれどっかで聞いたことあるんだっていうこといっぱいあるの。書いた言葉が。それは、別に全然いいのよ。うん、で要は、俺らじゃないじゃん。それは世間様だから、お前が東京マラソンが走って、ああいうことして、あれは俺ほんとすごいと思うの。お前しか、ほんとできないから、あの走り方。ただあれ走った後になんか言、ちょっと言ったことが、ギャグ混じってんだけど、あれ一位あるな、みたいな。ああ、いいねー。その感じは、オードリーってゼロだもんな。ゼロだね。ああ、いいねー。それいいね。うん。うん。いや、それ確かにいい。で、それはもう絶対無理なんだよ。うん、その、
ちょっとサブカル誌でインタビュー、全力で肩壊すほど本気で答えても、うん、そういうので出るもんじゃないんで、一理ある。あーっていうのはもう。まあ経験とかなんでしょうかね。やっぱその辺はね。もう俺のインタビューってね、うん、小学生が、うん、泣いたら強くなるやついいんじゃん。うん、泣きながら引っかきに来るやつみたいなインタビューだから。違うの、もっとこう。もうが、でっかい氷割る空手がみたいな。うん、ドンで割んないといけないから。なるほどね。空気作って、ドンでね。うん、いや、難しいね。まあ、いや。まあ今すぐできるようになるもんでもないし、うんうん、まあまあいいでしょ、まあいいや、うん、春日さん、私ですか、うん、神奈川県ラジオネームファンタスティック原田。日本海 2.0 すべてヌーディストビーチになる。ああ、うん、いいね。いいですよ。だからもう太平洋日本人の感じじゃなんねえだろうな。まあないでしょうな、うんうん、ちょっと未来にありえんのかね。なるとしたらでも九十九里とかの方じゃない。まあそうだね。日本海戦なんかもうちょっとこうなんか、うん、男っぽいなんかね、日本的なやっぱり演歌の雰囲気がね、うん、ありそうな感じですから。確かに。うん、ラジオネーム土屋隆之、うん、演歌歌手 2.0 毛穴からドライアイスを出しよる。なんで語尾語尾よ、なんだ語尾出しよる。一発で仕留めたかったんだろう。なるほど、うん、これでもショーパブ芸人なんか取り入れたらね、面白そうだけどね、うん、鼻の穴からねサブちゃんのモノマネしてる時にドライアイスが出るとか、めちゃめちゃウケるだろうね。ウケるだろうね。ウケるよ。面白いもんね、本当は、うん、ああいうの面白い。うん、うん、はい。行きましょうか。参りましょう。千葉県ラジオネームエリンギ、せんべい 2.0、うん、エロい体しやがってとささやくと濡れせんべいになる。いいね。いいね。いいね。うん。グッとくるね。濡れせんべいっていいよね。濡れせんべい。どう好き？あんまり好きじゃん。あんま食べたことないですね。あ、そう。あんまり手に取らない。あ、そう。って。なんか、やっぱりせんべいという意識が強いんでしょうね。固定観念が。なるほどね。パリッとっていう。いや、俺悪い癖でさ、好きなんだよね。うん、濡れせんべいとかさ、うん、ちょっとワンマーク外してくんのが。悪い癖だよ。うるせえよ。ああ、ぶってますね。ぶってますねって言われたから今もね。確かに今ね、黒ビール飲んでる人と同じ顔したもんね。やめなさいっつうの。もうリーダー。いや、俺ね。うん、あのほら、いなり寿司の裏返してるやつあね、記事。あ、あるね。あの超好きだし。あとビールでも黒ビールとかさ、うん、ちょっと海外のやつとかなんかちょっとワンマーク外してんの、うん、どうし、なんなんだろうね、これね。なんなんですかね。なんか、うん、鼻につくよな。まあそうだね。いや、だから車が、うん、最近車のカタログ見るのがすごい好きで、ほうほう、買わないと思うんだけど、うん、好きだね、ワンマーク外してくんのもね。あ、そう。うん。それなりに、それと、なんか、どういうのが、あの、車でワンマーク。で、いわゆるさ、うん、ベンツのゲレンデとかさ、うん、あの、ポルシェのさ、うん、ああいうのとか、憧れはしないの、俺は。ああ、なるほどね。うん。ランクルの、うん、あの、1980年代のやつとか。おお。で、スモーク貼らないのとか。いいですね。ばっかり見ちゃうんだよね。タイヤでかくしてんのとか。いいですね。どうする俺がランクルのタイヤでかくして、うん、ちょっと車高高くしたので、日本放送来たら。うん、もうね、ニヤニヤしちゃう。みんなで。もうチーム付き焼き場にガンガン引っ込まされるだろうね。そうだろうね、うん。ちょっと見てみたい気はしますけどね。なんであれちょっと外してるの好きなんだろうな。なんか落語家さんでも。うん。うん、前編、あの、ジュゲームをさ、前編放送禁止用語にしてる人とかなんか好きになっちゃうんだよね。あ、なんでしょうね、それは。なんだろうね。うん。うん、やっぱ基本、じゃないっていう、うん、ところも、変わってるっちゃ変わってる。なんかね。のかね。あんのがね、恥ずかしいね。うん、まあまあまあ、しょうがないですよ、うん。うん。ということで。今週は
はい、ここまでですね。はい。というわけでですね、いろんな人、物、ニュース、出来事、あらゆるものを 2.0 にバージョンアップさせたらどうなるかを書いてきていただきたい。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。ハゲの先は、郵便番号 100-8439 日本放送、オードリーのオールナイトニッポン、春日 2.0 の係まで。キーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。リアショー、はい、千葉県ラジオネームエリンギ。おい女体盛り、彼女に作ってもらいたい手料理ランキング第4位にランクインしていること、死んでもめんじゃねえぞ。いや微妙な順位だな1位じゃないの ね、福岡県ラジオネーム用心坊主。おい天がたくさん集めたら天下のジェンガができること、死んでもやめんじゃねえぞ楽しいのそれ、これ、ね、うん、千葉県ラジオネームエリンギ。おい保育士、子供を預けて帰ろうとしたらそちらの息子さんはお預かりしなくてよろしいですかと問いかけながら股間をまさぐろうとするドスケベ野郎であること、死んでもやめんじゃねえぞ。いや大問題になるだろそれ調子乗りすぎだろそれ。そうですね、静岡県ラジオネーム KY 侍。おいガールズトーク、クソ女がクソ話をするクソみたいな宴会であること、死んでもやめんじゃねえぞ同意見だよですね。行きましょうか、ラジオネーム土屋隆之。おい宇宙人、全員スピルバーグのカキタレであること、死んでもいいじゃねえぞまた面白いだけだな日本。この番組は大衆館書店明治以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送 KFC 上に全国36局ネットお送り。さあエンディングでございますけども、はい、来週春日さん本当撮ってきてくれます、竹下通りの IC レコーダー。もう行きましょう。あ、すみませんね、あのご迷惑かけますけどとんでもないですよ、はい、それはね、私が言ったことですか。はいはい、はい、うん。15回は声をかけられるってことですね。9回ぐらい。いやいや、どうじゃなかったし。いや、あなたが15回で言ってた。いやいや、言ってないよ、15回なんて、私は。9。いや、ちょっと、あの、プレイバックスのめんどくさいんで言いました。そう、チャレンジ、うん。チャレンジのやりたかったんだけどな。ない、15って言ってました。15です。
か。死ぬ後ですね。え、最近さ、いろんなところ行っててもさ、うん、その、以前とあれで人気なの、うん、お前。人気、うん、もう。どんな感じで声かけられてんの？何があるかな？まあ、普通に春日とか。うん。あ、全然ある。あ、そう、うん。呼び捨てで。呼び捨てとか、まあそうだね。うん。春日さんですかみたいな。うん。全然ある。あ、ほんと。うん。全然、ドイツの空港でもある。え、日本人の人に？日本人。日本の便だね。はい。急に、ね、あ、そう。で、ちょっとその、フーターズが、うん、あんまり自分の想像と違って盛り上がんなかったからね。うん、その子にちょっと不機嫌に答えちゃってね。あ、感じ悪ー。なんて答えた？いや。うーわー、感じ悪いタレントだなー。いや、それだから陳謝したいなとは思っていたけど、いや、俺なんて名古屋で、うん、あの、若林さんですよね、つって、うん、握手してくださいつって、握手して、うん、手の甲にキスしたもん。いや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 。ちょっとこれ、それも検証だな、そうなってくると。え？見たことない、そんなの。俺、で必ず手の甲にキスする。マスクするとずらしてマスクずらして、握手して、手の甲にキスして、うん、お尻もみもみ。うん、いや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 、喜ぶ、キャーってなるし、ケツ言っちゃったら。いやいや、やっぱり若林さんですねって言われる。イメージないよ、あんたがそれだけセクハラするイメージ。エロ親父キャラで。全然イメージないよ。キャーって言うわ。あ、そう。それでも検証したいなぁ。あ、俺が手の甲にキス。手の甲にキスするやつ。それはね、うん、あの、検証しないでいい。いや、なんでだ。そう言うんだったらしたいよ、そんなの。あ、ほんと。なるほどね。ちょっとじゃあ、もう注目して見てますわ。来週、IC レコーダー持って、うん、お願いします。大した通りね。楽しみにしてます。うん、ちょっと行ってきましょう。はい。平日ね。それでは、また来週です。若林でした。ありがとうございました。この後また、夢でお会いしましょう。アディオス。